はい、えー、それではですね、チーム R 指定発表させていただきます。本日お越しいただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いします。はい、えー、とですね、チーム R は、えー、っとですね、メンバーは UX 顧客担当の会社経営者のヤンバルさんと、えー、企業予定者でありますプログラマーをしていただきました中島さん、そして私金融機関に勤めてます顔出しャ。 ご発動のですね、えー、ちょっと書き物なんかもしております猫山課長の3人でやらせていただいておりますよろしくお願いいたしますありがとうございます、えー、今回ですねお金の相談サクサクサクシードというですねサクシードという会社あるんですけども、えー、と名前つけてしまいました非公開でお願いいたします、えー、まずですね メンバーの課題というところでまず課題の抽出ということを始めましたやんばるさんは経営者として幹部職員や社員に会社の資金について理解を深めてもらいたいというお悩みがございました、えー、中島さんは起業を予定していらっしゃいますのでやはり資金調達について理解したいなという悩みがありましたで私、猫山ですけども多くの事業者にですね金融機関を上手に活用してもらいたいなと。 いう思いがありました3人ですね共通した思いとしまして課題としまして事業とお金というテーマでですね共通していたので誰かの悩みではなく3人の悩みを解決しようかということでにですに、ね、スタートいたしましたでテーマが決定します商売をするために不可避でありますお金の問題これらをですね解決につながる入り口を作るために我々はここにいるこれが我々がここにいるのかのテーマになると。 いいう形になりまましたユーザーーザインタビューを行っていきます実際、ですね企業者ですとか事業をやっている方を対象にですね運営上のお金に関するインタビューを行いましたその結果、ですね以下の意見が上位に入ったという形になりますまず銀行に対する未知への不安ということで銀行ってよく分からないよと分からないといけないよねっていうのが多いなともう1つ、あと知り合いの安心感 やはり銀行にでもです、ね、担当者の方が知り合いとか友達とか同期生がいるとやっぱ安心なんですという意見が多かった、でもう1つ手厚いサポート、サポートですね、そういったものが手厚いとやはりありがたかったんだよねという意見があったんですね、こちらが多かった、そうなりますとお金を借りたいではなくて安心して相談できる人が欲しいというのがですね真の課題であるというのが浮かび上がってきました、お金が欲しいではなかったんですね。 じゃあ安心して相談できる人とは誰かというところでさらにインタビューを深掘りしていきます、えー、例えばですね、えー、直接銀行に行ってどんな銀行員さんが出てくるのか分からないのは怖いと相談しにくい、えー、銀行に行くにはですね知識が足らないなんか会計とか経営とかよく分からなくて銀行にマウント取られそうで怖いとかですね、えーまあ、自分にもしものことがあったら金融機関に付き合いできる人いるのかなみたいなところが出てきましてそうなりますとやはり身近で親身になってくれる人こういうい人を 求めてていいるというのが分かってきますでそうなりますと、やはり同じ地域の支援者ですね、こういった方が欲しいなというのが分かってきます。でえー、続きまして、ユーザーインタビューをもとにエレベーターピッチを作成いたします。えー、金融機関の利用の仕方、事業資金の調達の仕方を理解したい企業希望者向けのお金の相談サクサクサクシードというプロダクトは、えー、資金調達相談をもとした企業者向けマッチングアプリです。これは企業予定の地域を 地域を拠点とする地場の支援者とマッチングすることができ他の資金調達の相談系サイトとは違ってより距離感の近い支援者とマッチングできる機能が備わっていますというものがエレベーターピッチということになります、えー、つまりは、えー、企業者と企業予定者が地域の支援者とつながりが持てるアプリを作るということでせっかくなので対象は今治市というふうにさせていただいて開発をスタートさせていただきましたでは続きましてやんばるさんよろしくお願いします まず、戦略キャンパスの方を作成させていただきまして比較対象をですね、Google の上位検索で出てきた一般的な有志診断サービスの方と比較させていただきましたで、まあ、ご覧のような形でですね、最後の方の部分でかなり乖離が見られたんですけれども、この部分がですね、地域との連携ですね。 一般的な融資サービスですと、あの詳細な制度融資ですとか、そういったものの回答が出てくるんですが、地域へのマッチングですとか、地域金融機関への紹介ですとか、その地域金融機関で相談できる人の紹介とかっていう、こういうものが出てこなかったので、我々はちょっとここをです、ね、あの焦点を当てて、地域を限定した地域密着サービスであることを差別化の要因にしていくことにしました。 でアプリの基本方針としてです、ねえー、3つ、金融に詳しくない人でも抵抗なく使えてシンプルにして離脱を防ぎ最終的に支援者とつなげるという、まあ、簡単な質問をです、ね、最大5問タップして選択して融資商品と支援者を顔出しで紹介するようなものを作成していきました。 ユーザーザインタビューを行っている中でですね、あのこう金融機関でのこういう質問の言葉とかっていうのは意外と専門的で難しいものがあるのでそういったものがちょっと分かりにくいというような声をいただいたのでそういったものもですね、非常に誰でも分かるような言葉でですね、あの質問が繰り広げられるような形で設計していきました。 続きましてアプリのフローなんですけれどもこちらの UX の構成要素である目的を達成できることなるべく最短経路であること快適であり不愉快でないこの3つを意識して選択しましたポイントとして質問は少なく離脱を防ぐ融資商品よりも支援者の顔を目立たせる 3つ目のお問,い目お問い合わせフォームはです、ね、2段階にして1段階目の入力はで,す、ね、できるだけ少なくて、まあ、入力する手間をできるだけ少なくするということを意識づけましたそれでは実演に移らさせていただきたいと思いますぜひあのバーコード読める方がいましたら QR コードの方を読んでいただいてあのお手に取って試していただけるとありがたいです では中島さんよろしくお願いしますこれからアプリの実演をしますこちらがサクサクサクシードのトップ画面です早速スタートをタップします質問が始まります1つ目の質問は個人事業主か法人化を聞く質問ですどちらかを選ぶと次の質問になります次は融資の代替の金額を聞く質問です質問3は 融資が設備資金かどうかを聞くための質問ですが分かりやすいように事業やお店プロジェクトを始めるために必要な設備や機器を購入するためのお金ですかというようにしています質問4は融資の使い道が運営資金かどうかを聞く質問ですイエスをタップすると業種についての質問になり1つ選ぶと診断ボタンが出てきますタップをするとローディング画面になりますローディングが終わると出てくる 結果をを見るボタンを押すと融資の紹介ページになります有志の紹介ページでは相談しやすい雰囲気を出すために融資の詳しい内容よりも担当の銀行員さんの写真やメッセージを掲載しました融資の商品が合っているかどうか分からないという人のために下の部分に相談員さんも掲載していますその他すべての質問画面に分からないというボタンを設置し こちらのボタンをタップすると相談員一覧のページに移るようになっております。相談はこちらをタップするとお問い合わせのフォームになります。フォームは極限まで質問項目を少なくしました。メールと名前を記入しお問い合わせの内容にチェックを入れて送信すると担当者にメールが届きます。こちらのフォームを送信すると自動返信メールが届きます。 こちらが自動返信メールです自動返信メールにももうちょっと詳しい相談内容を記入できるフォームのリンクを貼り相談員さんの準備がしやすいように考えましたこちらのフォームでは生年月日や業歴、希望の連絡方法など質問しますこのように少しでも相談していいかなと思ってもらえるようにできるだけ簡単でシンプルな設計にしました以上で実演を終わります すいません、時間をオーバーしております、ごめんなさい、複数回の改善を行っております、スプリントワン、ツー、スリーと3回に分けて改善を重ねてまいりました。 だとユーザーの声ですね。実際に多くの方に触っていただきまして、ユーザーの声を拾っていた拾いました。えー、とですね、あと行政との連携や金融機関との連携、こういったものも今後の展望としてはあるかなというふうに思っております。またあの内容を今折しゃなく他の行政との内容に置き換えれば全国展開も可能と。 いう形になっておりますので今後もですね発展性のあるアプリということが言えると思いますちょっと最後走りましたがご清聴の方ありがとうございました